コベントガーデン駅は、ロンドン中心部コベントガーデンにある、ロンドン地下鉄の鉄道駅である。ピカデリー線の列車が発着し、レスタースクウェア駅とホルボーン駅の間に位置する。駅への出入り口は、ロングアクレートジェームズストリートの交差点にある。トラベルカードゾーンは1。周辺には、ファッションブランドの機関店、劇場、 レストランが立ち並び、週末には大変混雑する駅である。コベントガーデン駅は1907年4月11日、グレート、ノーザンピカデリーブロンプトン鉄道の駅として、この路線の他の駅から4ヶ月遅れで開業した。現在のコベントガーデン駅は、 ロンドン都心部の駅としてはエスカレーターを使用せず、リフトと階段のみでプラットフォームまでアクセスする数、少ない駅の一つである。このアクセス方法を取る駅としては最も混雑している駅でもある。このような方式のため、2000年代前半までコベントガーデンが最も混雑する土曜日の午後には校舎のみの駅となり、混雑を制限していた。しかし、リフトの改修を経て、 このような制限は現在原則として実施されていない。回収された4つのリフトは乗客に地上からプラットホーム付近まで直接的なアクセスを提供するが、リフトの降り口からプラットホームまで階段があり、バリアフリーではない。また緊急用に螺旋階段もあるが、とても狭く、角度も急で、すれ違うのも大変なほどである。 レスタースクエア駅とコベントガーデン駅との間はたった260メートルしかなく、これはロンドン地下鉄の駅間距離としては最小である。またホルボーン駅までも500メートル程度なので、これらの駅周辺にコベントガーデンから移動したい場合は、地下鉄を使わず歩いた方が早い。この最小距離間、レスタースクエア駅からコベントガーデン駅までを、 通常の乗車券で乗車すると4ポンド必要である。2009年4月、現在、片道チケットを現金で購入した場合、これを1マイルあたりに換算すると24.84ポンドとなり、興味深いことに高級列車として知られる、ベニスシンプロンオリエントエクスプレスの運賃よりも1マイルあたりでは高額となる。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。 ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージデータロンドン交通局2015年3月31日閲覧 トランスポートフォーロンドンキーファクツ HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.TFL.GOV.UK スラッシュコーポレートスラッシュ MODESOFTRANSPORT スラッシュ LONDONUNDERGROUND スラッシュ1、so、6 0 8 a s p x ハットオリエントエクスプレスロンドンパリーベニス。アボードザ ベニスシンプロンオリエントエクスプレスラグジュアリートレーン http コロンスラッシュスラッシュ www.orint-expres.com e スラッシュウェブスラッシュ vsoe スラッシュジャーニーズスラッシュ 3939jsp ありがとうございます